さあ今週も静岡ニュースのお時間でございます。このコーナーは富士通ジャパンの提供でお送りいたします。さあ静岡ニュース、こちら、沼津のヘンテコ深海魚便が大賞、グッドデザイン静岡。さあどうですか、どれだ。さあこのニュースについてどう思いますか。ヘンテコ深海魚便が大賞、グッドデザイン静岡、どう思います。これがグッドデザインってことですよね。今写真あの手元に、ね、写真があって、あの深海魚的なものが箱詰めにされてる、はい、箱詰め、あ、人手とかも入ってね、はい、これが、グッドデザイン、はい、深海魚直送便通常食用とされず捨てられていた深海魚を全国に発送すると。何するんですか、こいつ。でも死んでるんですよね、みんな。死んどる、死んでる深海魚、死んでる深海魚、普通は食べない深海魚が送られていくんですよね。そうで、これを、地域資源のロス解消を目指す取り組みだ。普段捨てられちゃうものを、はい、送る。送られた方はどうするんだろうね。捨てるんじゃないの。捨てるんじゃ、腐りますもんね。普段食べないものを送られてきて食べるのかな。ロス解消ってそういうことだよね。でも食べるためなんですか。でもいや、食べれるんだったらでもロスにしないよね、うん、その沼津で新しい料理として売り出すって方法があると思うのよ。ゴミ送られてきたってことですね。ゴミって言うんじゃねえよ。ゴミって言わないようにしてただろ、こっちが。ゴミ送られてくんだ。いや、食べる、だ、それ以外の目的じゃない。それ以外の目的が何か今何も思い浮かばないけど腐るわけですもんね。腐っちゃうよ、そのままじゃ。冷凍だよ、冷凍して、たまに冷凍庫開けてみる。そうよ、うん、なんそうですね、生きてるわけでもないし、でもなんか、本当にただもう無駄になっちゃうよりは、食料としての資源としては使えないけど、そのお金を稼ぐっていう意味で経済的な資源としてはロスにならないよね、はい、送ってお金稼げれば、はい、うん、うん、まあでも一瞬だけ全部見てみたいですけどね。そうよね、そうそう、それよ、その怖いもの見たさでびっくりするじゃん。うわー、気持ち悪い。深海魚って気持ち悪いですもんね、本当に。本当に気持ち悪い。でそれでも深海魚水族館沼津であるからね。へー、すげえ人気なのよ。やっぱ気持ち悪いんで一回見てみたいね。気持ち悪いですよね、深海魚って、うん、本当に。俺でも結構好きな方、深海魚見たいのよ、ずっと。わ、本当ですか。もうすっごい好き。喉に来てるじゃん、深海魚が。そんな症状ある。あなたの深海魚どこから。私は喉からじゃない。深海魚釣り行ったことありますか。釣ってもだ、深海だから釣れないでしょ、なかなか。ああ、じゃあ私釣ったの深海魚じゃないんだ。釣ったことあるの、深海魚。海釣り行って、うん、ここが、あ、喉がね、袋がね、浮き袋がブラッと出てくる。あれ深海魚だからじゃないんですか。あれはちょっと深いところ、深いところ。キンメダイとかもあんな感じじゃない。いや、そうなんだ。多少深いところから来ると、はい、そう、エラがね、エラが浮き袋ブルッと出ちゃう。気持ち悪い、気持ち悪い。思い出したらすっごい気持ち悪かったな、あれ。深海魚だ、もっと深い、まあ、金目鯛は深海魚なのかな。金目鯛ね、食べるから多分こう送られてこないでしょ。食べるやつが送られてくるでしょ、はい、食べるやつは送ってくれない。送ってくれない。なんだろう、やっぱ怖いもの見せたのかな。それともなんか深海魚料理とかみんな考えてんのかな。でもかもしあるんだったら沼津で出すよね。うん、やっぱり違う目的なのかな。気持ち悪いな。どうする、お歳暮でこれ送られてきたら。人によりますけどね。絶好。人によりますよ、もちろん。そうね、うん、もう別にいいやって思って、これを機にっていうパターンもあるよね。深海魚便ね。深海魚は書いても釣り行くと、まあ、深海魚だけど、なんかそういう食べられなそうな魚釣れるから、ね、はいはい、面白いですよね、うん、本当に面白かった。気持ち悪い生き物ってやっぱ見たくなる時あるじゃん。見たくなりますね。あのね、黒気持ち悪いガがいるんですよ。大好きなガなんですけどね。黒筋一人、あのこれもう本当めちゃくちゃ気持ち悪い。うわ、気持ち悪い。めちゃくちゃ気持ち悪い。うわ、気持ち悪い。あの気持ち悪いもんが出てるんですよ、後ろから。気持ち悪い、これね、気持ち悪いんですよ、マジで。黒筋一人、あの八重山レッドとか沖縄のもっと南の方にはいるらしいんですよ。へえ、なんか足みたいのから薄い毛みたいな。 それがね、あのね、そっからあの
メスをおびき寄せる匂いを出すらしい。うわ気持ち悪い。これでも普段はそれが伸びてない。今ねなかなかその表現してないんですけど、普通の蛾を皆さんに想像してほしいですよ。その蛾のお腹ケツの方から2本蛾1本分ぐらいのなんか気持ち悪いなんか触手が出てるっていう、蛾本体よりもでかい触手が出てるんですよ。そういう生き物がいて、それがね沖縄とかにはいるらしいんですよ。たまに珍しいらしいんですけど、本当に絶対こんな一生会いたくないじゃないですか。こんな家にいたらもうおしまいだ、うん、俺は学生時代とか安いマンション住んでたから、はい、たまに玄関にガとか止まってるんですよね。はい、あとカーテン開けたらガが止まってる時なんですけど、やっぱ一日テンション下がりますもんね。いやー下がりますね。なんかちっちゃい時ガをプシューって殺して、うん、どっか行っちゃったんですよ、うん、で何日か後に子供の時折り紙の箱をパッて見たら、うん、なんかふわふわしたのあるから、うん、触ったらあ気持ちいいって思ったらもうガで、うわー気持ちいい、うわ気持ちいいんですよ。ガってふわふわしてるねそうガってね、なんかふわふわしてるんだよね。触覚が、はい、そうブブンブブンで見ると可愛さもあるんだよね、はい、まとまると気持ちいいんだよね。気持ちな粉みたいについてて、うん、そう粉なんだよねあいつ。粉なんですよ。あれどれかなけりゃさなんか許せるんだよね。そう形なのか触覚なのか粉なのかどれか、あと模様ね、どれか一個なくせば俺まだ好きになれると思うのよ。ガって蝶々も一緒ですもん。蝶々好きですか。蝶々ガよりはまだマシだけど、でも基本嫌い。ガと蝶々ってなんか、ね、仲間だからね。ガの仲間だから蝶々って一緒だよ。ちっちゃいねあれね。気持ち悪い。虫やっぱね苦手。虫と虫みたいに足がいっぱいある系と蛇みたいに足がない系、どっちが苦手。足いっぱいの方じゃ、なんかヘビが苦手な人は足がないのが苦手っていう、なんか足いっぱいある方が、足いっぱいある方が気持ち悪くないですか。足いっぱいある方が気持ち悪いよね、はい、いっぱい足。そうですね、ヘビは毒あるから嫌いなだけで噛んだりするから。あそうね、怖さか。怖い、はい。ヘビでも苦手な人いるでしょ、気持ち悪いっていう。気持ちよくはないですよね。気持ちよくはないね。でもウナギは別に平気でしょ。うなぎは、うん、でも気持ち悪いかな。うなぎ気持ち悪いかな。生きてるのですよ、うにょ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 して、うにょうにょ。どっちが気持ち悪いかな。なんか例えば箱の中身が何でしょう、はい、箱の中身が何でしょうやるときに、蛇みたいなぬるぬる、うなぎとかぬるぬると、はい、なんかムカデみたいな足わさわさ、どっちが気持ち悪いかな触ったとき。ビビるのヌルヌルとかビビりそうじゃない。ヌルヌルのがビビりますけど、うわヌルヌルしてるとか、あれ何カサカサカサ何これみたいな。でここ張ってきたね。張ってきたらもう張ってきたら終わりだな。そうですよ、張ってきたら終わり。でも見ながらだったらヘビの方が全然触れるね、ウナギとか。ああそうですね、うん、分かってるから。はい、なんだろうね気持ち悪さ。気持ち悪い。ヘビも見た目はなんかねガに近いというか、模様もね、ボツボツがあったりするから。なんでガの方がガは気持ち悪いんだ。やっぱなんか俺が想像するのは進化の過程でより遠いからだと思うね、虫って。ヘビって爬虫類だから、まあ辿っていけば哺乳類に比較的近いというか、結構早めにぶつかる。昆虫は一回クラゲぐらいまで遡って、その後の逆側の最先端だから、めちゃくちゃ遠いんだよね。そう家系図を争ったらもうヒヒヒヒじちゃんまで遡んなきゃいけない人と今俺喋ってんのみたいなすげえ遠いじゃんこいつって思うから、やっぱより嫌悪感があるんじゃないかなって俺は思うのよ。すごい違う生き物なんですよね。そう全く違う生き物だから怖く感じるんじゃないかな。足いっぱい系は嫌だね。足いっぱい系嫌ですね。どうでもいっぱいがやっぱ気持ち悪いのかな。同じものがいっぱいたくさんあるとうわってなる気がするんだよ。4足の虫は全然大丈夫ですもんね。4足の虫、四足の虫って虫は六じゃん。六だね。コオロギもですか。六。バッタもバッタも六だよ。六だよ。みんな六なんですか。基本六。昆虫は六で、クモとかが八。それ以上はそれ以上。四足歩行いないんだ。四足いないと思うよ虫って。いんのかな。いないんじゃないかな。四足歩行の虫いないんですね。六ぐらいからのイメージ。昆虫っていうのが六だからね。でも同じものがいっぱいあるとやっぱ人間って嫌悪感抱くらしい。穴がいっぱい開いてる絵とかやっぱうわってなるらしいね、はい、うん、ボツボツが集合体ですよね。そうチンポいっぱい入ってたら気持ち悪いかな。チンポですか、うん、
うん、どこにですか、同じとこにですか、気持ち悪いですよってあのエリンギみたいに取ったって言ったら気持ち悪いかな、やっぱ気持ち悪い、うわってなる、うわってなりますよ絶対。いやでもいっぱいって言っても何百本とかじゃないよ、うん、4本とかよ同じとこに。え、人間の話ですか。人間気持ち悪いな。え、それ立つとき4本全部立つんですよね。全部立つんじゃない。いやわかんない、いやいや甲府の上で 1,2,3,4 かもしれないけどレベル性かもしれないけどやっぱ気持ち悪いか。違うとこだったらいいかもしれないですね。違うとこに、はい、違うとこ4本の方がまだ気持ち悪い。じゃあまたに1本乳首の代わりに1本ずつ、うん、1本ずつ、まあそっちの方が。ここに4本は気持ち悪いですよ。気持ち悪いか、まあ気持ち悪いか、同じとこだと。はい、ああまあ気持ち悪いか、はい、そうだね。意味的にもまあね、こっちに1本とかの方が場所が離れてる方が、うん、まあ便宜性は良さそうですね。確かにね、そうね、うん、便宜性あ確かに言っても分かんないけど便利かな。あ、気持ち悪い、同じものが一緒たくさんあってば気持ち悪いか。同じところに同じものは気持ち悪いです絶対に。あのシュワルツネガーが出てたトータルリコールって映画で、あのどれが好みってなんか、うん、女性が胸バッと見せたらおっぱいが3つあるシーンがあるんですよ、すごい有名な。記憶残ってるねこれ、すごいなんかめちゃくちゃインパクトあるシーンで。でもおっぱい3つあるのはすごいエロかった。エロかったですか。僕はそこまでそんな風には思いませんでした。おっぱいいっぱいあったら別に平気じゃない。4つある人、なんか腹地ってなんか乳首が複数ある人たまにいるけど。あ、乳首2個ある人、うん、そういますね、うん、おっぱい4つあっても別にそんな違和感ねえけどそんな。同じとこに、同じとこに忙しいですね、うん、忙しい。全部使わなきゃ言えないこんな別に必ずしも平等に。深海魚はおっぱいがいっぱいあるって話か。何の話だっけ。深海魚の、じゃあ我々も深海魚送ってくださいっていうことですかね。そうですね、はい、うーん、深海魚皆さんもヘンテコ深海魚便注文してください。本当です。